フリーズした伝説のコーナーです。そう、今日はフリーズするのかなっつってどうなるんでしょうか。はい、じゃあいきますね。私はこれ読めばいいんですね、はい、はっ、また小道具が増えました。なるほど。あはは、これこれだから全部、ま、これがお風呂とかまこさんのあれだよ、これ持ち物だ、はい。体験談セクシー朗読の時間がやってまいりました。お相手は中村愛です。さあ、そして今回、こちら羽音アンジェロをやってくれるのはマーコさんです。よろしくお願いしますさあ皆さん読みます、はい、タイトル、ちょっと雰囲気が変わってきて点点点。ピーコさん25歳フリーターさんからありがとうございます今回こそは体験談みたいな体験がしたいと思ってとろけあうを買いました。最初はお決まりで、すごいテロンテロンだとはしゃぎつつ、ちょっとずつ彼をくすぐったり、あ、ちょっとずつ捨てた捨てた、これちょっと待って、これ持ってこれ持って、結構じゃあ私持つ、私が持つ、あ、じゃあ、ここで、あ、ここで、ここで持つか、ここあ、じゃあここ西園寺さんに持って、はい、はい、あ、いいですね、いいですね、はい、いきます。すごいすごいテロンテロンだとはしゃぎつつ、ちょっとずつ彼をくすぐったり、体のいろんなところを触り始め、内ももとか、胸のあたりとか際どい部分を触ると、なんだかちょっと雰囲気が変わってきて、あくまでいたずらをする感じで彼の大事なところを触ると、今までにない反応の大きさ、声も可愛いし、体もビクビクってなっていて、もっともっとその反応が見たくなって、手を止めずに触ってました。ずっとずっと触ってました。そうしたらついに、ちょ、ほんと待って、お色の中なのに出てしまう、出た、出ちゃ、あ、ギブアップの声が。今まで手や口でしても言ってもらったことがなかったので、本当に嬉しくって、言ってほしくて、やめずにいたらダメと言われて手を取られてしまいました。そのまま今度は私が彼に触られました。普段も気持ちいいんですけど、なんだか今までより気持ちいいとびっくりしました。仕返しのつもりなのか、なかなかやめてくれないし、気持ちよすぎて私もやだダメやだダメと抵抗も口先だけ笑い、お風呂を上がった後も気持ちいいエッチができて、憧れの体験ができたと思います。終わり、ちゃんちゃん、え、イエーイ、フリーズ通報したくてるよ、通報したくて、この2匹は何をしてるのかって、ブルブルブル、やだやだ、R18、って、すげえ、みんな見てくれてる、止まらなくてよかった皆さん、これは人形劇です、羽音アンジェラです、出したということで